それでは続きをやっていこうと思います。一つ、皆さんにお詫びしなければいけないことがありまして、前回から少しストーリーが進んでしまいました。撮影しているつもりだったんですけども、撮影ミスによってちょっと進んじゃいまして、前回このクープアップ村で盗賊を倒して、まあ村を助けたというか感じになったんですが、なってイワンと別れたのかな。イワンが一人で行っちゃって、じゃあ次どこ行くかっていうことになって、馬車が北に向かってたので、北に行ったらルンパ村っていう村があったんですけれども、こちらが、中に入れなかった。なんか門番が侵入禁止ですっていう風に二人いてダメだったんで、ここのクーパップ村から右に移動していって、で今この山のところにいます。でこの山の中で、ここもちょっと進めちゃったんですが、まあこここうやって登っていって、でここでイベントが発生しまして、イワンが、はい、右上に名前出てると思うんですけども、イワンが仲間になりました。でイワンが、使えるのがそのリードっていう心を読むのと、スピンっていう竜巻の、エナジーを使えます。でスピンがあると、草むらがあるところに、草むらっていうのかな、なんかツタが絡んでるようなところにスピンすると、それが全部取れちゃうっていうエナジーをゲットできる。まあ、また使う機会あると思うんで、その時にやればいいかなと。で洞窟の中の、ダンジョン、まあ、ダンジョンというほどのダンジョンではないんですが、やっていこうと思います。でこのダンジョンも多少クリアしてまして、まあ、サクッと進みたいと思います。ダンジョン一回出たら、もう一回クリアしなきゃいけないんだ、これ。マジかよ。あ、じゃあいいじゃん。ちょうどいい。ここにね、くぼみがここにあるんですけど、そのくぼみにこれを持っていくと、ちょうどはまるんですよね、こうやって。よいしょ。ガコンって。はまることによって、左上の階段から登ってきて、あいつに会えると。じゃあ行くぜ。多分宝箱は開けちゃったんで、ちなみにエナジー、このキュアっていう回復があるんですけど、回復してそうするとエナジーポイントが、今ロビンが25なんですけども、これ実はこうやって走ると回復します。あれ、今25だったのを26に回復してるんで、まあ、惜しみなくエナジーポイントは使っていっていいと思います。よいしょ。でここで、であそこの宝箱はさっき開けちゃって、中にあったのはこれのラッキーメダルっていうメダルでした。よいしょ。これを落とす。落とすとここに丸太が落ちてきて道ができると。まあ最初のダンジョンなんでだいぶ簡単。はい、これで火の陣マーズとの対戦です。で火の陣っていうか、陣は結構逃げやすいので、最大火力で戦っていいと思います。ファイヤー系は属性があるからダメ。確か属性あるのかな、あれやるか。確か属性あったら火は火あまり効かなかったような気がする。ドンドン、これは強いんだよ。効くかな。あ、そうだ、あんまり効かないね。20しか効かない。うわ、回復すべきか悩むね。イワンでもやられるな、これでも。ほっとくと。
やられる前に倒すっていう作戦もありっちゃありだけど、やばい、ジェラルドが危ない。あ、ナイスクリティカル。今のはクリティカルヒットですね。やられる前に倒す。 OK、 倒した。これで火の陣がゲット。おっさんめちゃビビってる。いえ、あいつをやっつけるなんてお前結構やるな。あざっす。よいしょ。これでクリアかな。あれ、クリアじゃない？クリアだよね。よいしょ。OK。これで、まあ、一つ目のダンジョン。ダンジョンっていうほどはダンジョンじゃないし、一本道だったけど、ダンジョンクリア。で、新しい町、ビリミドの町というところに来ました。福岡木渡って。なんだなんだ。まずは、宿屋で、回復だけして、で武器屋だったと。結構新しい町に行ったら武器屋行くと新しいのがあるんで、わー、これ欲しいな。スタンボルテージは欲しい。うわー、どうしよう。こっちの方が強いんだよね、普通に。お金がない。でも売れるものも特に持ってないよね。これはいらない。なんか持ってる。スピードスマッシュ。なんかちょっと強い剣持ってた。やべやべ、ジェラルドに持たせればよかった。あー、特に売れるものはないから、防具買おう。じゃあ、うわ、高いよ。高いな。29か。ロビン、ロビンとジェラルドで、あとは、腕はつけてるか。ヘルムはだって、あら、レザーキャップか。ヘルムも一応買っとくか。でもお金ないんで、しょうがない。押せない？押せたりしない？これ。いや、寄せた。あ、新しい陣がいるよ。いるけど行けないね。これ多分動かせないで。ああ、分かった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 。これを届かない届かない。押しとくんじゃない。で、多分左から来るんだ。
武士構想立ち入り禁止。左からどこだ。いえ違うね。お腹どこだ。道具屋さんから階段っぽいとこはない。どっかから入れるんだよね多分。井戸から落ちるとか違うね。とりあえず何が起きてるのか把握しなきゃいけないんで、ちょっと村人の話を。入り口に変な木があるけどどうか忘れてくれたまえ。何人も強そうな戦士がコリマ村に派遣されてる。コリマ村ってなんだ。入り口の木を見たかい。はい、あれは人だったんだ。町の外に現れた時にはもう半分木になっていた。ご神木の怒りに触れたため呪いをかけられたのだ。うん、人だったんだ。じゃあこれに、これにリード、誰か助けて。あ、何が起きてんだ。ゴマ山脈の西の向こうで爆発が起こった日から何かが変わっちまったよ。見たこともない魔物が。それどうでもいいっす。もっと情報をください。我が町のドンマッコイ様はあの事件が起きてからとても怯えています。子供たちは多分いい証言してくんないだろう。人気になっちゃってみんなそれが怖いから入り口に近寄らないんだ。ゴマ山脈の向こうでお山が爆発したそうよ。その日は空がキラキラと輝いて綺麗だったわね。コリンマ村への道ならマッコさんの身を閉ざされておるわい。東の方に行ってきたのか。東だからいえ先には進めはしないぞ。何でもバルケードが作られた。多分右に行くんだろうな俺今から。だけどバリケードがあっていけないと。こっち何があんだろう。マッコイあれマッコイってさっきいたよ。あで、このなんか揺さして揺れてるやつは、アイテムなんですけど、ちょっと離れたところ、2マスぐらい離れたところからこのキャッチっていうエナジーを使うと取れませんでした。あれここか。はい、あ、これで OK。 こうやってアイテム取ることできます。キャッチの使い方キャッチはこうやって使えます。洞窟、あったあれ、あったあれだ、見つけたぞ。俺は見つけたぞ。こう行ってあー、分かったよ。私は見つけてしまいました。早速さっきのスピンの説明ができます。よかったよいしょ。これここに今、まあ、壁に明らかにおかしい葉っぱがあるんですけども、これにスピンをするとこれが取れて洞窟が出現します。で多分ここがさっきのところにつながってるはず。ほらやっぱそうだ。これでこの子ゲット。あ、戦闘にならなかった。よーし、ゲイル。今ね黒いのがチラッと見えたんだよ洞窟の入り口が。
よっしゃー、ここにさっきここに行った時、ほら下に入り口があるでしょ、隠れてないでしょこれバグかなんかじゃねえ、あそこ隠すべきだよね、あの葉っぱで。いやいやいや、じゃあ中入ってみようか。マッコイ様は今事件のことを考えて食事も喉も通りません。主人がお会いになるのは事件を解決する頼りになる戦士だけだ。自信があるというのかな、何の事件か分かんないけど解決できます。人が気になってしまう、そんな事件に関わるとして全く変わったやつだ。人が気になってしまうっていうのが事件なんだね、そこが事件なんだ、なるほど。お、取り継いでくれる。あ、ここで会ってたんだそこで会っちゃった。どうした？はっ、ただいま新たな戦士が宮殿にやってまいりました。ほう、新たな戦士とは。何人も戦士を送ったがダメだったようだ。今度の者たちは大丈夫なのだろうな。失礼します。おい、この者たちか。まだ子供ではないか失礼な。お前たちがこのままを救ってくれると申すか。はい、ふむ、勇ましいのはありがたいんだかな。これが途中にあったバリケード、そのバリケードに僕まだ行ってないんですけどね途中にあったって言われても。お前たちの子供では鍵を渡したとてコリマまでたどり着けまい。子供って俺たちを舐めてるぜ、頭にくるよな、ロビン。ダメだよ、怒っちゃ。呪いかトロイか知らんけど、いや、お前嫌そうだな。人気になっちゃうんですよ、そんなこと本当に立ち向かうつもりですか。あ、女の子を見せ始めたぞ、言わんかな、そうだろロビン。イエス、ロビンがそう言うなら僕もお供しましょう。ありがとう。まとまったようだがな。さあマッコイ様、せっかく彼はこうして言ってるのですから。戦士とは申してもまだ少年ではないか。いくらなんでもそんな少年たちを行かせるわけにはいかん。あ、俺の鍵返せよ。くれるんじゃねえのかよそれ。仕事は頼めん、自由には行かせないということですね。うん、おこだぞ。そういうわけだ、悪いが引き取ってくれないか。しょうがないな。ロビンと言ったっけ、恩師、残念だったな。まさかマッコイ様にあんなとこがあったとは、意外だったよ、ほんと。もう諦めただろう。諦めるわけがなかろうあのバリケードなんか鍵がなくてもいけね、余計なことだった。それじゃ俺行くぜ。かっけえボソって言って帰ってったよ。かっけえな、どっちかわかんねえけど見た目完全に一緒だからどっちかわかんねえけど、よっしゃ。そしたら今回はこの辺で終わりたいと思います。次回、バリケードを越えて、何の村だっけもう早速忘れたけど、次の村に行こうと思います。ご視聴ありがとうございました。
ぜひ評価コメントよろしくお願いいたします。パソコンからご視聴の方は画面右の画像をクリック、スマートフォン、タブレットからご視聴の方は画面下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。動画の続きは画面下の再生リストから見ることができます。 Twitter で動画の更新情報などを配信しております。こちらも合わせてフォローをお願いいたします。ではまたのご視聴お待ちしております。バイバーイ。